講義11スペシャルな3つの構造ということで、今日はですね、胎児循環の話をしていこうと思います。循環器系なんですけども、胎児循環っていうのはね、ちょっと特徴的なもので、大人を通るルートとちょっとね、違うっていうのがありますので、ではね、早速行きましょう。まずね、胎児循環なんですけど、胎児は胎盤から栄養や酸素を受け取る。これがね、まず大事です。胎盤ね。そのため、肝臓に血液を送って代謝する必要や、肺に血液を送ってガス交換する必要がありませんので、肝臓とか肺にね、わざわざ送らないっていう構造になっています。で、特徴的な3つの構造というふうに言いましたけど、下行きますね。はい、まず1つ目ですね。静脈管ですね。静脈管というふうに出ることもありますし、別名がね、わかりにくいので、別名をね、覚えてください。別名は、アランチウス管ですね。静脈管はアランチウス管と言います。何々から門脈に行き、その後肝臓を通らず直接なんちゃら静脈に向かうルート。このね、肝臓を通らず直接何々にって言われると、この静脈は下大静脈ですね。門脈を通ると、これはね、下大静脈に直接注ぐルートではありませんので、肝臓を通らないっていうね、直接下大静脈に向かうルートっていうのは、静脈のところでね、やりましたので、それね、覚えておいてください。何々から門脈に行きって書いてますけども、これは、最静脈ですね。最静脈から門脈に行き、その後、肝臓を通らずに、直接下大静脈に向かうルート。これがね、静脈管と呼ばれるものです。胎盤からの血液を早く心臓に送るための、短絡路ですね。ショートカットで肝臓は通らないですよ。肝臓にね、わざわざ血液を送る必要がないので、ショートカットしてますよっていう感じです。はい、次です。2番目、何々と何々の間の穴で、右心房に入った血液は、右心室へ行かずに、そのまま左心房に入ります。本来であればですね、右心房から右心室に行って、右心室から肺に行ってから左心房に、はい、行くんですけども、そこをね、ショートカットするというやつなんですけども、これはね、穴の名前が卵円孔ですね。はい。卵円孔ね、心臓にもありますし、あとはね、頭蓋、頭のところにもね、卵円孔っていうのがありますので、そことね、ごっちゃにならないようにね、してくださいね。何と何との間にあるっていうのは、右心房から左心房をショートカットするので、はい、右心房と左心房の間にある穴ですね。ショートカットします。胎児は肺呼吸しないので、肺に血液を送る意味がないので、そういう感じにショートカットしてますよ。右側にね、図があると思いますけども、卵円孔と、あとはアランチウス静脈管、これですね。あとはこっちに残ってますけども、動脈管、母太郎管っていう、ここのルートですね。言葉にするとどうなるのということで下が行きますね。はい。動脈管、別名は母太郎管って言いますよ。何々と何々を結ぶルートで、はい。肺動脈管と大動脈球を結ぶルートですね。はい。卵円孔を通らない血液は右心室に行くが、肺動脈の後、これがあるので、これがっていうのは動脈管ですね。これがあるので、肺に血液が流れないようになって、もうね、とことんですね、肺に血液はあげないっていう感じなんですね。肺の栄養を司っているのは、これは気管支動脈というのでね、動脈のところにはやりましたけど、この肺動脈とか肺静脈に関しては、これガス交換をするものなので、ガス交換は先ほども言いましたけど、胎児の場合は胎盤でしています。ので、わざわざ肺に送る必要がないので、肺に送らないように卵円孔と、あとは動脈管を使ってますよっていう形ですね。ちなみにですね、こちらにね、ルートが書いてますけど、この絵ね、これもね、またイラスト解剖学です。はい。で、血液がね、それぞれぐるっと回ってますけども、母太郎管はですね、
上大静脈からの血液が通るという感じです。下大静脈はどこが通るのっていうのはこのアランチウスからですね。なんでそれぞれね、通るルートによってこうやって変わってきますよという感じです。はい。ではね、これの絵のですね、簡略化したやつを使ってですね、今度ね、名前の整理をしていきますので、次のページいきますね。はい、42ページになりますけども、体循環の経路というふうに書いてます。ちょっとね、下側の方に行きますね。はい。まずですね、色の説明なんですけども、この左の下に書いてますけども、赤色の矢印は動脈血、酸素が多い血液ですね。で、青色のやつは静脈血、二酸化炭素が多い血液。で、最後ですね、混合血って書いてますけども、この動脈血と静脈血が混ざったものが紫色、混合血になっています。という形です。はい。では、行きましょう。スタートはね、胎盤がスタートです。普通のね、成人の場合、循環系のスタートって言うとですね、心臓がスタートになるんですけども、胎児の場合はですね、胎盤をスタートにしてください。それの方がね、わかりやすいです。はい。ではね、行きましょう。胎盤のところで二酸化炭素を酸素に交換する。あとはそこから栄養も持ってきます。っていうのがまず出ます。じゃあ、この状態でどこどこを通ってどこどこへっていうふうに書いてあるんですけど、この丸一番とかを先に開けると、はい。丸一番は静脈管です。丸二番卵円孔、丸三番動脈管っていうふうに書いてあるんですけども、胎盤から何々を通って何々静脈へって書いてますけど、これ丸一番、静脈管なんですね。どこどこ、胎盤から出てくるのはこれ何静脈っていうのっていうのは、これは最静脈ですね。静脈と動脈の定義をもう一回お話しておくと、静脈は心臓に戻るので、胎盤から心臓に行く方なので静脈ですね。じゃあ、胎盤の方に心臓から来るのはっていうのは、これは最動脈になります。ポイントとしては、最動脈は2本ですけど、最静脈は1本です。ここら辺はね、国家試験とか、まあ出たりもしますので、おさらいをね、しておいてください。どっちが2本、どっちが1本なのっていうところですね。はい。で、最静脈はどこにつながるのっていうのは、この静脈管を通して直接ここに注ぎます。直接注ぐ場所は下大静脈ですよ。っていう感じですね。このルートそのまま行きますね、上に。はい。下大静脈から続き、下大静脈には、胎盤から直接来た動脈血と全身を巡った血液。ここがね、静脈血になりますけども、ここのね、紫色から青色にチェンジしてると思うんですけど、ここはですね、全身に血液を送った後だと思ってください。はい。なので、静脈血と動脈血が混ざるので、この下大静脈っていうのは混合血が流れます。はい。で、混合血なんですけども、混合血そのまま行って、右心房に入ります。本来の流れで言うと、右心房から右心室、右心室からなんちゃら動脈を通って肺に行きます。これは何動脈なのっていうのは、もちろん肺動脈ですよね。じゃあ、肺から左心房に帰ってくるのは、これは当然肺静脈ですね。はい。で、左心室になって大動脈になってっていうルートに通るんですけども、胎児循環の場合はですね、まず右心房まで来たら2番を通ります。はい。2番は何なのっていうのは先ほどやった卵円孔ですね。肺に行かないように卵円孔を通して左心房まで直接運びます。じゃあ、卵円孔を通るところはいいんですけど、通らない分はですね、どうしても肺に行ってしまうので、今度は肺動脈管からですね、この大動脈に直接行くルートがあります。これが3番目の動脈管っていうやつですね。もう絶対的にね、肺にはね、もうね、血液を送らないっていう形をとってます。なので、一応ね、肺に行きにくいところは、この点々点々点ってなってますけど、これがね、ほとんど胎児循環の場合は通らないルートですね。で、大動脈まで行きました。大動脈まで行って、この矢印がね、
左側とこの右側の下にずっと続いていくんですけど、全身に栄養を送りますっていう状態です。で、全身に栄養を送って、この戻るところ、ここになってくると流れてくるのは静脈血になります。はい。じゃあ上のルートは名前なんていうの？上は上大静脈になります。なので、下大静脈に関しては、先ほど動脈血と静脈血が混ざった混合血になるんですけども、この胎児循環の場合でも、上大静脈の場合は、もうね、全部栄養も二酸化、あ、ごめんなさい。栄養も酸素も送った後になりますので、これは上大静脈の場合は、静脈血になります。じゃあ、この動脈、大動脈の右側行ってないので、もう一回下に降りると、はい。ここの内腸骨動脈に行って、内腸骨動脈は右と左とありますよね。なので、右と左にあるところから、最動脈っていうのが2本になって胎盤に行くっていうルートですね。はい。いうのになってますので、これをね、ちょっとぐるぐる見ながら覚えましょう。で、覚えるのは、まず、じゃあ今流れとしてありましたけど、今通っているところは動脈血なの、静脈血なの、混合血なのっていう、この酸素が多い、二酸化炭素が多いっていうのが分かるのがまず一つですね。で、あとは先ほど一番初めに言いましたけど、最動脈と最静脈はどっちが1本、どっちが2本っていうのがね、大事になるので、そこをね、押さえておいてください。ではね、次いきますね。はい。プリント43です。3番目、生後の変化、胎児循環の切り替わり。出産後に肺呼吸が始まることで、胎児循環が終わり、各部位も変化する。これですね、変化する前、変化した後っていう名前が大事っていうやつですね。はい。胎児の場合は、静脈管、最静脈、卵円孔、動脈管、あとは最動脈っていう、このね、5つありましたけど、じゃあ新生児、生まれてからはなんて名前が変わるのってやつですね。はい。名前がね、それぞれ変わりました。静脈管は静脈管索。最静脈は管円索。卵円孔は卵円下。動脈管は動脈管索。最動脈は最動脈索です。これですね、いつも授業の時にお話しますけども、今言った5つの中だったらどれが出ると思いますか？はい。基本的にですね、国家試験もそうですし、定期試験もそうですけども、皆さんが勉強しているかどうかを調べるためのテストです。なので、勉強しなくても分かりきってるのは基本的には出しません。例えば、静脈管が静脈管索になるのか、それとも、最静脈が管円索になるんだったら、どっちを出しやすいかっていう基準でね、覚えてくださいね。これはね、もちろん、わかるとは思いますけども、最静脈が管円索っていうのがわかるかなっていうのがね、一番のキーポイントになるので、まずはそこから覚えてください。で、僕が出すとしたら、例えば、動脈管は動脈管索になるっていうのは分かりやすいですけど、母太郎管は何になりますかっていうのだったら、動脈管索っていうのはこれ覚えてないとできないんですよね。なのでそういった出し方とかをしますので、よかったら参考にしてみてください。では残り続きですね。胎児と胎盤なんですけども、子宮内では胎児は胎盤と胎体を通じて母体とつながり、酸素と二酸化炭素のガス交換や栄養の摂取、老廃物の排泄などすべて母体の血液を介して行っている。つまり生きていくために必要な何々や消化器、何々などの器官は揃っていても、地球内ではそれらを使う必要はほとんどありません。というふうに書かれています。で、ここに空いているのは3つあるんですけども、ここを解き明かすのに上の文からヒントを得てください。まずですね、酸素と二酸化炭素のガス交換やっていうふうに言っていますので、
この酸素、二酸化炭素を行う器官は何ですかってやつですね。はい、何でしょう。答えは、肺ですね。肺で酸素と二酸化炭素のガス交換を行っていますので、ここにね、わざわざ血液を送る必要はないので、卵円孔と動脈管を使っているっていうお話をしましたね。じゃあ次です。栄養の摂取。栄養の摂取は、一つは消化器ですね。で、あとは栄養の状態を小腸とかで吸収して、全部集めるところがありますよね。集めるところどこですかと言われると、これは肝臓ですよね。はい、肝臓になります。で、最後ですね、もう一個の臓器が、老廃物の排泄などって書いてますけど、老廃物の排泄っていうのは、当然ね、消化器も関係するんですけど、ここでね、キーポイントになるのは尿の話です。はい。尿を作っているところはどこでしょうというのが、もう一個の箱ですね。これは腎臓になりますよ。なので、肺とか消化器、あと肝臓、腎臓とかね、臓器は揃ってるんですけども、胎盤が全てをね、担ってくれていますので、わざわざそこに対して血液を運ぶっていうことをしないんですよっていうのがね、この胎児循環の特徴です。あとですね、出生についてちょっとお話をしておきましょう。はい、出生ですね。新生児にとっての冒険は胎盤からの血流が途絶えることから始まりますよ。当然ね、ずっと胎盤から栄養ももらって、酸素ももらって、老廃物も取ってもらってっていうのをしてたんですけど、生まれてくるともうそこが全部シャットアウトになるわけですよね。はい。なので、下が続きます。子宮にいる間、胎児の細胞はこの再対決を通して酸素を取り込み、二酸化炭素を排出していました。出産と同時に新生児は一刻も早く自力で呼吸しなければなりません。そうですよね。産声は使っていなかった肺を精一杯膨らませ、自らの肺で酸素と二酸化炭素のガス交換を行い始めます。この自発呼吸への移行は同時に大きな血流の変化を伴います。いわゆる胎児循環からの脱却です。というふうに書かれています。なので、いかにですね、おぎゃーって言って、産声上げるっていうのが大事なんです。だから、産声上げないと、それをね、上げさせるために、例えばね、お尻を叩いてみたりとかっていうのをいろいろするんですけど、ここが起こらないと、呼吸ができないんですよね。で、呼吸ができないっていうのは、二酸化炭素、酸素が取り入れられないのもあるんですけども、呼吸をしないとですね、血液が回らないっていうのもあるんです。いう意味で、ここがね、頑張って産声を上げますっていうのはね、少し、まあ、余談ですけども、知っておいてください。はい。下側はね、胎盤とかの絵になってますけども、はい、こんな感じですね。可愛らしい絵が描いてますけども、はい。胎盤を通して全部ね、再胎っていうのを通してます。だから、再対決とか言われますよね。ああいうのが大事なのは、ここら辺のお話です。はい。ではね、胎児循環最後に行きますね。はい。最後はね、プリント44です。心房中核欠損と卵円孔の介在ですよ。またね、イラスト解剖学の絵なんですけども、これをね、ちょっと最後に説明したいと思います。はい。見てもらったらね、37日頃とか44日頃とかね、60日頃っていうふうに書いてあるんですけども、生後ですね、一次中核と二次中核っていうのが融合して、心房中核っていうのを作ります。はい。で、それがですね、欠損、つまりちゃんと塞がらなかった状態が、絵のですね、右下に書いてますけども、二次欠損とかね、卵円孔、改存ですね。はい、改存とか、卵円孔、改存とかっていうのにね、なってますので、ね、こんなんが書かれています。じゃあね、行きましょう。まず一つ目。心房中核欠損ですね。先天性心疾患であり、日本での頻度ですね。全体の 20% ありますよ。心房中核欠損の 95% は、はい、二次孔欠損って言われますよ。
二次高欠損って何なのっていうのは括弧の中ですね。二次中核が一次中核の二次項を覆いきれないために起こりますよ。まあ、あの絵はね、ここに書いてますけど。はい。いうのがこれです。症状はですね、普通10代では何々ですがと書いてますけども、10代ではですね、基本的に無症状です。で、手術しないでそのまま年齢を重ねると20代後半から30代にかけて症状が現れます。最初の症状は動いた後の息切れや疲れやすさなどで、そのうち心房細動などの不整脈や浮腫、動悸などの症状が次第に強くなり、今ね、やってるのは解剖学なので、解剖学の授業ではね、あまり詳しくやらないとは思います。臨床医学格論とかね、一般臨床とか、そういったものでね、授業をやるとは思いますけども、はじめの位置無症状なんですよね。心臓が小さいのもありますし、あとは体自体が、大きくないのもあるので、穴が開いてても、なんとかね、血液を送ったりするのに負担がかからないんですけども、大きくなればなるほど、体が大きくなって心臓も成長したりっていうのがあるので、なると全体的に送る力が弱くなると、息切れとか疲れやすさなどが出てきますよ。っていうのがね、心房中核欠損です。はい。で、もう一つですね。卵円孔改造なんですけども、これもですね、心房中核欠損に当たるんですけど、それの中の一つですけども、一次心房中核と二次心房中核の融合不全によって起こりますよ。ちゃんとくっついてないんですっていう形ですね。卵円孔が閉鎖する時期は、初回呼吸が起こった際に生じますよ。初回呼吸っていうのは簡単に言うと、産声の話ですね。はい。機能的には数分以内と言われてますけども、解剖学的には数ヶ月から1年かかるというふうにされてます。なので、1回目パッっていうふうに閉まるのは、もうすぐ閉まるんですけども、そこからちゃんと構造上に塞がるのに数ヶ月から1年かかるというふうに言われているという形ですね。余力があればね、このプリント44に関しては病気の話なので、覚えれたらいいとは思いますけど、解剖学個人で言うと、このページはね、いらないと思います。ので、今日のこの講義に関してですね、覚えてほしいのは、まずね、胎児循環に関しては3つのルートがあるよっていうやつですね。3つのルートは、これは、静脈管、卵円孔、あとは動脈管ですね。これを抑えてもらうのと、それが抑えられたら、それぞれは動脈血、静脈血、混合血、何が流れますかというやつですね。で、その次に覚えなくちゃいけないのは、生まれてから名前が変わります。どんな感じに名前が変わりますかというところでした。はい。じゃあね、今日の講義はこれで終わります。ではまた。